黒カンガルーという愛称がある。繁殖期になると、オスはメスを巡り競り合う。この、ボクシングと呼ばれる競争は、お互いに腕を組み合わせ、突っ張り合う。通常、グループ内の優位のオスのみが行う。妊娠期間は30から31日間で、上位と呼ばれる非常に小さな未熟児を産み、130から150日間、育児脳の中で授乳し育てる。 育児農から出た後も42週目前後までは育児農に出入りする生活を送る。オスは2年半から4年で、メスは約20ヶ月で生成熟し繁殖が可能になる。黒カンガルーは約200年もの間分類学上の混乱の的となっていた。最初にこの種がヨーロッパ人により記録されたのはマシューフリンダースが1802年にカンガルー島に 上陸した時である。フリンダースは食料として数頭を捕獲したが、これらが黒カンガルーだと考えられている。1803年にフランスの探検家がカンガルー島の黒カンガルーを数頭捕獲し、パリへと輸送され、動物園で数年間飼育された。偶然にもフランスの国立自然史博物館の研究者がこれらのカンガルーが 他のカンガルーと違いがあることを認め、1817年にマクリッパスフリジェナサスとして公式に記載された。理由は不明のままであるが、タスマニアが原産地として記載された。100年の間この問題は取り残されていたが、1917年になり初めて研究者がタスマニア島のカンガルーはオーストラリア大陸南東部に広く分布する。 オーカンガルーと同じマクリパスジャイアンティアスであると確認された。1971年になり、カンガルー島の種は西オーストラリア州南部のカンガルーと同じであると分かり、この種の分布域はオーストラリア大陸の東部にまで達した。しばらくの間、大陸に2ア種とカンガルー島の1ア種の3ア種があるとされ、最終的に1990年代前半に、 現在の分類となった。クロカンガルー及びその幼獣クロカンガルーには次の二つの亜種が確認されている。MF フリジェナサスカンガルー島アシマ亜種。MF メラノプスオーストラリア大陸の亜種。西部から東部にかけ、経路や体格などが異なる。近縁種であるオーカンガルーがニューサウスウェールズ州と南オーストラリア州の宗教付近。 マレーダーリング川流域に分布しており、分布域が重なる。時折同じ群れの中に両種が入り混じることがある。野生下での交雑は確認されていないが、飼育下では、オオカンガルーのメスとクロカンガルーのオスの間に、交雑個体が生じる。クロカンガルーは、ブラック、フェイスドカンガルー、マリーカンガルー、スティカンガルー、カーノカンガルーとしても知られる。 オーストラリア政府や州政府の野生動物に関わる法により保護されているが、許可があれば外獣として駆除もしくは捕獲が認められる。ありがとうございます。